なるほど。さようでございますか。もちろん私どもがお力になります。ああ、ご安心を。え、ああ、うちの八神をですか。いや、大変恐縮なんですが、彼は先々まで手いっぱいでしてね。いつまで続くんだろうな、この八神人気はよ。なあ、沙織ちゃん。源田法律事務所です。ええ、八神は弊社の所属弁護士です。またご指名か。みんな無罪取れる弁護士がいいんだとさ、八神先生。まいっちゃいますよ。あの裁判はまぐれもあったってのに。当たり前だろ。判決の 99% が有罪ってんだ。まあだからまぐれだろうが無罪ってやつはでけえ。取った弁護士はヒーローよ。元がゴロつき上がりでもだ。ですね。ですねってお前、いい気になってんじゃねえぞ。なってませんけど。そういう態度には見えねえな。あのな、勝てるばっかじゃねえんだ。俺は先輩としてお前に聞いてんのか。ご忠告ありがとうございます。どうしてもということでしたら、うちの新谷が言ってます。八神より経験豊富な弁護士です。聞いたか。お前のおこぼれが回ってきそうだ。いちいちうるせえな。そんな、本当ですか。まあその点新谷なら。ええ、無罪。でもそんな、無罪は取ったことないですね。めったにないことですから。ご存知ですか、日本の裁判の有罪率は 99.9%。 とんでもない数字ですよね。え、どうしても親神を。なんだよ、やってられる。みんなうるさい。はい、ええ、本当に間違いないんですね。わかりました、伝えます。どうした。八神先生に弁護の依頼です。だろうよ。依頼人は大久保新平。ふん。は？大久保新平って八神が無罪にしたあの？殺人で逮捕されたそうです。いや、だからその事件は俺が。前のとは別なんです。ついさっき大久保が包丁で恋人を刺した後、ガソリンで火を。なわけねえだろ。恋人を刺したって大久保くんが恵美ちゃん。そんな、なんでだよ。
あの日、弁護士としての俺はエミちゃんと共に殺された。連続殺人鬼大久保新平の手によって。こちら八神。海藤さん、そっちはどう？もうすぐだよ。今ドンキの近くだ。そっちに向かってる。野郎は見えてるか？あー、見えた。全然気づかれてないな。尾行の腕上げたね。おうよ、我ながら自分の才能が怖え。それは言い過ぎ。しかし面白いもんだよな、探偵が探偵を追ってるなんてよ。ドラマでもなかなか見ねえよな。そんなのいいから、慎重に。こっから俺も後ろにつく。ウェイ、おっさん、邪魔邪魔。くせえな、おい。邪魔くすんだよ。おい、はあ、なんだてめえ、これ。え、なになに、死にたいの？バカか、こいつ。おい、何やってんだ、タボ。いや、チンピラに因縁つけられて、つい。ついって、お前が慎重にって言ってたくせに。チンピラって誰のことだ？海藤さん、悪い。後ですぐ追いつく。適当すぎんだろ。なんだそれ、マジなの、こいつ。へえ、オッケー、やる気満々じゃ。ハチオ、ハチオってか。この野郎、上等じゃねえか。Yeah!
終わったよ。海藤さん、そっちは今どの辺？ピンク通りに向かう裏道だ。人気が減ってきてる。分かった。早く来てくれ。俺の尾行じゃそろそろ気づかれちまう。離れるぞ。あと頼んだ。いや、まだ追いついてないって。しょうがねえだろ。とにかく急げ。見失ったらお前のせいだからな。うわ、そういうこと言う。例の探偵だ。たく、ヒヤヒヤさせやがって。悪かったよ。ちょっとあんた、そろそろ溜まった家賃払ってもらうわよ。もうちょっと待ってくださいよ。あと1週間だけ。本当ね。次はもうないわよ。はい、必ず。よろしく頼むわね。それじゃ。やべえやべえ。
気のせいか。ちょっと、ちょっとあんた、そろそろたまっ、もうちょっと、あと本当、よろ、カイトさん、探偵はチャンピオン街の方に向かってる。チャンピオン街か、あそこが入り組んでるぞ。うん、そろそろ目的地ってことかもな。よし、鳩飛ばそっか。空からもう追っかけよう。お、ドローン使うってか。カイトさん、先回りしてスタンバっといて。わかった、任せとけ。張り切りすぎてまた壊さねえ。あれ結構済んだからさ。前は探偵見失うなよ。カイドウさん、探偵はチャンピオン街の空き地に入ってた。あの先は行き止まりだ。今追ってったらバレるね。やろう、そんなとこに何の用だ。多分誰かと会う。人に見られたくない待ち合わせってとこか。なるほど、こっちは今鳩を飛ばした。見えるか、上だ。ちょっと待ってもらっていい？
どこだ。手際がいいな、海藤さん。操縦も安定してる。だいぶ練習した？今話しかけんな。あんま余裕がねえ。あ？誰かいるぞ。探偵の他にもう一人。やっぱ待ち合わせだったな。見た顔だ。確か神室町で競馬の何やってる。飲み屋？ってことはあの探偵、借金も返さねえで博打か？世の中舐めてんな。それよりわざわざこんなとこで飲み屋に会うってことは、多分金の受け渡しだ。ん？つまり今なら取りっぱぐれがない。俺らのミッション何だったっけ？探偵の借金取り立て。なるほど。踏み込むなら今か。見てな。人稼ぎしてくるよ。よし、行ってこい、タホ。しくじんじゃねえぞ。どうも。いい俺だね、探偵さん。なんだ。カムロ町の飲み屋はサービスがいいんだってね。当てれば配当は1割増し、外した馬券の1割は客にバック。ギャンブル好きにはありがたいよな。俺も今度やってみようかな。あれ、もう行っちゃうの？まだ探偵さんから金もらってなかったでしょ。なんだお前、誰なんだ？うちの客の、そのまた客があんたに金返してほしいってさ。飲み屋から馬券買う前にね。取り立てのチンピラか。よく俺をつけれたな。チ
チンピラとはご挨拶だな。俺はあんたと同業者。探偵ってことか。うん。あんた逃げ足早いんだって。で、うちに依頼が来たってこと。今持ち合わせがあんのを確認済み。もう逃げらんないよ。さ、おとなしく払うも払いな。確かに持ち合わせはある。でもな、返すのは馬でもっと増やしてからだ。それまで待っとけや。本気で言ってんのか。よくそんなずうずうしいこと。また今度だ。うなんでそんなもん。カイトさん、やつが逃げた。見てたよ。何やってんだお前。クソ、絶対逃がさねやろう。往生際が悪いよあんた。うるせえ。俺にはな、俺の返済計画があんだよ。お前も探偵って言ってたな。名前は。今さら名刺交換でもないだろう。八神だ。神室町の八神探偵事務所。ほら、金渡してくれ。手間賃込みで15万。お互い紳士的に行こう。ふざけんな。こんな取り立てあるか。訴えてやる。おい、おっ訴えるだ。てめえ偉そうに言えた口か。
ちょっと、カイトさん。なんだよ。何が探偵だ。ヤクザじゃねえか。うるせえ。借りた金返すのにグダグダ言いやがって。もう諦めな。その人を怒らすとマジで怖いよ。わかった、わかった。いいのか。この金取ってくならマジで訴えるぞ。見ろよ、鼻の骨が折れてる。鼻血が出てるだけだよ。だいたい先に手出したのそっちだろ。いいや、お前が先に殴った。訴えたら間違いなく俺の方が。な、これ弁護士バッジ。お前探偵なんじゃ。どうする、本当に出るとこ出る。でもやっぱ相手が悪いと思うよ。